get ready. ということで始まりましたハラセンラジオ、原田専門家でございます。今日は何をお話ししようかなと思って考えてはいたんですが、何もなかったのでこれを話そうかなと思います。芸術は爆発だです。今原田マハさんのタイトルド忘れしちゃったよ、小説を読んでおりましてね、ゴッホのお話です。ちょっと待ってね、ゴッホの話です。ご存知ですか、あの原田マハさんって。僕が一番最初に読んだのはこれですね。あなたは誰かの大切な人っていうのを、まあ古本屋で見つけてね、何でしょうか、こうタイトルがいいなと思って、タイトルに惹かれた。あなたは誰かの大切な人ね、これ全ての人に言えることですよね。で、まあ、これ読んでみたら、まあ、非常に何て言うんでしょう、今泉くんね、何て言うんですかね、付箋ひだるとこ読んでみましょうか。でもね、一番の幸福は家族でも恋人でも友達でも自分が好きな人と一緒に過ごすってことじゃないかしらね。神様はちゃんと一人に一つずつ幸福を割り当ててくださっている。誰かにとってはそれはお金かもしれない。別の誰かにとっては仕事で成功することかもしれない。でもね、一番の幸福は家族でも恋人でも友達でも自分が好きな人と一緒に過ごすってことじゃないかしら。大好きな人と食卓で向かい合って美味しい食事をする、共にする。笑ってしまうほど単純でかけがえのないささやかなこと、それこそが本当は何にも勝る幸福なんだって思わない、とこう来るわけですよ。夜のアボカドって、これ思い出そう、どっかね、南の方の国の人、メキシコだ、メキシコのところに行ってなんかしてるっていう、なんかして仕事をしてる時のホームステイ先の人のね、言葉でしたかね。それから無用の人の中から、たとえ一般的には何の価値もなく無用扱いされているものであっても、自分にとって面白いものであればそれは面白いものである。これね、素晴らしい。それから続いて、己に存する偉大なるものの賞を感じることのできない人は、他人に存する賞なるものの偉大を見るの見逃しがちである。難しいね。己に存するっていうの、存在の存、己に存する偉大なるものの賞を感じることのできない人は、偉大なるものの賞を感じることのできない人は、他人に存する賞なるものの偉大さを見逃しである。これその人のね、なんだろうな、素晴らしい才能のごくわずかな部分を感じることができない人は、他人の、まあ、ごくごくわずかなものでも素晴らしいものを見逃しがちであるね。素晴らしいね。まあこれを最初に買って、でまあ同じね、同性なので原田ね、なぜか気になって、そしたらね、この人が1962年東京生まれの関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒と、ね、伊藤忠商事、
森美術館設立準備室ニューヨーク近代美術館に勤務後、2002年にフリーのキュレーターとして独立。まあ美術に精通した方でおられてね、まあいろいろこう美術、絵画、芸術のことを題材にというかね、あのいろいろ小説を書いたりしておるんですけども、その中で、これね、今読んでるのが「たゆたえずとも沈まず」というゴッホのお話ですね。その前にゴッホのなんか本を読んでたんですよ。そしたらこれの副読本みたいだったんで、ああじゃあ元の小説を読もうと、まだすごい途中ですが読んでて、とても好きなんです、原田マハさんの小説が。でもね、でまあゴッホも好きで、でその芸術は爆発だということですが、ゴッホもね非常にまあまあ、幸福論というかね、比較されがちですよね。だから生涯に売れた絵が1枚だとか言われてますけど、本当は もうちょっと売れてるとか、まあまあ、生涯に売れた 絵の枚数は1枚でも、まあ、弟のテオが非常にゴッホを買っていてくれて、その弟のテオというのは美術賞をやっておりましてね、ゴッホから送られてくる絵を、まあ、買っていたというか、支援してたんですね、ゴッホ。まあ、そんなお二人の兄弟ね、のお話が書かれているんですけども、ね、好きな一生涯ずっと好きな絵を描いてね、食うや食われずやの生活を続けたゴッホね、生きてるうちは、精神病院に入院したりとかいろいろ心を病んでしまったりもしましたが、それでもね、ずっと絵を描き続けることがゴッホにしてみればそれは幸せなことだったとは思いますし、一方ね、生きてるうちから財を成したような、まあ、ピカソですね、ピカソなんかは非常にうまく商売をしたわけですよみたいな、どっちが幸せなんだ、ね、それはまあ人それぞれ、どこ、ね、さっきの言葉じゃないですけど、どこを自分の幸せのポイントとするのかね。僕なんか膝の上に猫がいるだけでいい、あとは何もいらない、それぐらいのもんですよ、みたいなところで、であの芸術は爆発だといった岡本太郎さん、ね、もうこの間なんか NHK でなんかやってましたね、今こんな時期だから響く太郎さんの言葉みたいな。まあいくつか僕も本を買って読んでおりますが、まあ本当にね、こう一見というかね、当時僕が子供の頃よくテレビ出てまして、面白いおじさんだな、今で言うとね誰だろうね、もうちょっと前で言うと鉄の芸術家熊さんとかね、最近そういった感じでメディアに出てるいわゆる芸術家って少ないですよね。少ないですね、確かに少ないな、少ない。今で言うと、まあ、本当にクッキーが近いのかもしれない、ぐらい、まあ、子供の頃にはそういった岡本太郎がよくテレビに出たり、毎週のように裸の大将がやっていたり、そういった絵や芸術に触れ合うね、テレビを見てって触れ合う機会が非常に多かったんです。最近なんかそういう機会って少なくないですかって思いますね。というのが なんていうんですかね、そう、すごく一般的になったといえばなったのか、DIY に代表されるように、DTP が普及しきった
今みたいなように誰でも、まあ誰でもピカソって番組やってましたけど、誰でもまあハードルが下がったという言い方が正しいのかどうかわかんないですけど、まあ気軽に取り組める環境ができたから、突出したね、人がなかなかね、どんぐりの背比べで、突出した人が、ま、出てきていないというか埋もれちゃっているのか、よく見ずにね、あのこらこらこら何これやめて、ね、埋もれているというか、こうフックアップ、そうですね、フックアップですよ、こういう、いろんな世に出る人ね、自分一人の力でもう ある程度はいけますが、やっぱりね、こうフックアップ、誰かが引っ張ってくれるというか、それも出会いというか運も多分にあるとは思うんですけど、誰かに認めれもらえたという自信がまた自分に帰ってくるというかね。なので、まあ僕なんかいい年にもなってきたんで、そういういい年にはなってきてるんですが、まだ芽が出ていないみたいなのは、こうね、どうしたもんかというかね、そういうふね、なんていうのかな、一人でやれるとこまではやるけど、まあゴッホに対しての手を、ミック・ジャガーに対してのキース・リチャード、清志郎さんに対してのチャボ、甲本ヒロトさんに対してのマーシーみたいなね、良き相方相棒みたいなのはいるよなってずっと思ってるんですけどね。岡本太郎さんに対しての岡本信子さんであるとかね、なんかそういったなんていうんですかね、フックアップの試合というかね、ライバルを潰し合いじゃなくて、ね、お互いをこう引き上げ合いみたいな、世の中というか、そういった仕組みねが、まあ、SNS なりでもっと盛んになるといいのになーね。入り口から全然違う話になってます。まあこう、まあまあこういった本を読んで思っておりますと、今日は猫が散々ギャーギャー言って2匹膝に乗ってきたというところでおしまいにしたいと思います。チャンネル登録とね、高評価とよろしくお願いしますと、あと、もっとね、本当はあのテレビの感想とかね、本、まあ今日も本でしたけども、本とかああいったラジオの感想とか、そういった感想をね、もっと言いたいなと思ってたんですけど、なかなか見る時間がなくて消化しきれておりませんでしたので、また後日といったところでお楽しみに。ありがとうございました。